ケリチです。今日はみかんの頭をちょっと黒色に染めようかなということです。黒い、青だ。青やんか。青？久々にこのマニックパニックを娘の頭につけようかなということなんですけども、前回まではヴァンパイアキッス。当てるよな。当てるよ。当てるよな。ヴァンパイアキッス。今回はこのブルーを染めろということで、アフタービッドナイト。すごい色ですよ。ちょっと見てください。ってかもう白やし。白や。うわ、これでも、開けにく。ちょっと待ってこれ。あ、全然開けへんで。やっぱこういう仕事してたらあんまり爪伸ばさねえからね。ブルー。なんで、ブルー。いや、すげえブルー。うわ、手についた。めっちゃ手についた。まあ、こんな感じ。こんな、まあ、ブルー。あんまりやったら、ちょっと横に垂れるんで、こんな感じです。このブルーを、このパツキンに塗ろうかなということです。何ちゅう顔してたな。今の入れるで。カットしてる無理じゃん。カットで。OKOKOK。よし、ほんなまずはブロッキングや。ブロッキン、ブロッキン。なんでブロッコリー？ブロッコリー食べたい。ブロッコリー食べたいって。今日の晩ご飯野菜カレー。野菜カレーな。よし、ほんなら行くで。べったりいきます、べったり。すげえ。あ、今回ちょっとリムーバーっていうか、あの、額に、いろいろワセリンとか飲んの忘れた。いや、だよね、思ったよ。ワセリン。今、ついてから、はい、あーっと思ったよ。ワセリンもええわ、もう今回。後で取って、あの、リムーバーであるから。リムーバー、この間買った。取られへんって言うんで。まあ、取ったら。てか、すごいね、これ。もう、めっちゃすごい。わかるこれ、これすごい。あ、見える。見える、うん、すごいね。でもなんかそのどこまでもブルーじゃない？どんな感じ？ああ、今はどっちかっていうとブルーっていうか、アクアマリンみたいな色。何？アクアマリン。アクアマリンって言ったらちょっと水色っぽい感じ？そう。え、マジで？いや、でもこれからでも、ちょっとなんか貧乏塗りしてるからさ。まあ、後でしっかり肌ついてるやつは取るからさ。できるだけ貧乏塗りを徹するで。うん。2回塗りたいからな、これな。そう。いやでもハワイ行くときは、まあ、色入れたいけど何にしようか迷ってる。ああ、やっぱハワイって言ったらブルーじゃないの？ブルー以外って言ったら何かあるか？グレー。グレー？ああ、アッシュっぽい色する。日本ではちょっとあのクレイジーな人と思われちゃうけど、もう海外やったら。あ、向こう行ったらもうハイタッチされるで。ハイタッチいきなりされるわ。ウェルカム。首にかけられるよりかもうかける方にもあるんじゃん。うん若いうち限定っていうかね。そう、うん、今18なんで、うん、まあ20ぐらい20ぐらいまでってでも2年もずっとこんなの続けてたら頭バシバシレベルじゃないよね。ああそれはあるわな。一旦ハゲてくる。一旦セーブしないとやっぱあの何ちゅうかなこの青でももうまばらに青入れるか、うん、がっつり青入れるかっていうかこれ2回分無理やと思うわ。もう諦めるわ。もう1回分やな。まあ安くで業者やからな。業者で仕入れると安くで入るからな、うん、ドンキホーテより安いもんねこれ、うん、こんなマニックパニックをこのようにつけてる人って言ってないんちゃうかな。いやでもさそう YouTube で言ったんじゃん思ってるくわーつけてるの。でも男の人やったけどねいやお男のリアでこれぶっちゃけ自分でやってもさもうお父さんやっても変わらないような気がするけどもうここまで言うこの塗り方に対して、うん、もう自分でやったらもはや綺麗じゃないかって。ああまあそうだうるさいわ一応プロやってんねこっちはこの塗り方でプロって恥ずかしいなちょっと。うわなかなかすごいねこれすごいめっちゃすごいねこれ、うん、あ垂れてきた。急いで。ああ、下向け。首についたんじゃん。ピチョってしてる。ああ、ほな、ええ、かめへんよ。かまなくないよ。はい、果たして、みかんがブルーに染めたということで、どんな感じでしょうか。3、2、1、バゴーン。こんな感じです。どうすかね。なかなかでもうまいことブルーになったと思うんですけど、なぜかちょっとツートになったところがあるんですけど、まあこれはよしとしましょう。なぜかね、ほんまにツートになりました。いやでもいい感じ。どうみかん。じゃあいいと思います。うん。いやまあこんな感じであのハワイ行こう。まだ先やけど。
ブルー。